ゃちゃちょっと重い話。あ、そうですね、今回ヤクルトが勝てない。いや、これはヤクルトファンのみならず、やっぱり、プロ野球ファンが心配してるよ、やっぱり。そうですね。いや、これ深刻だぞ、お前。そこで真剣な顔してる。おめえは深刻じゃないよ。おめえは深刻じゃない。すげえ笑ってんすよ。どうやったらこう勝てるかっていう、抜け出せるかというところです。俺は前も言ったけど、はい、一回もう流れを止めるためにオープナーでいいと思う、うん、はい、もちろん。もう1イニング1イニングピッチャー変えてって先発が崩れて、あと中継ぎは頑張るんだよ、うん、その連敗中の中継ぎの防御率も確かに悪いかもわからないよ。だけど俺はここ最近の中継ぎの頑張り見てると、もう中継ぎ投手陣たちがもう列をなして1イニング投げていくと、で最後に先発ピッチャーを、まあ、2イニングか3イニングでいいから投げさせてる、うん、で先発は俺決めてるんだ、五十嵐亮太。ああ、五十嵐ですね、運のいい五十嵐亮太、今年運が俺はいいと思ってる、はい、もうそっから行くって。一回そうやって流れを止めないと、なんかこのままじゃ俺止まらないような気がするんだよね。一回止まってもまた行かれるっていうような、そこでドラミちゃん、はい、タロットはどういう答えを出す。なるほど、ぜひ的な感じで。いや、お願いします。お願いします。ここに手を差し伸べてください。ということで、占いがちょっとあれなんですけど、心苦しいよね。いや、それはもうちょっと誠心誠意お願いします。乗り込みましょう、みんなで。あ、いいんじゃないですかね。チャンスは来ます。なんかすごく大きなチャンスが来るって出てますね。チャンスをつかみに行く。中堅の選手が救世主的な感じでスポットライトが当たりそうなんですけど、中堅の選手、荒木とか。荒木選手、なんか本当一人救世主が中堅の、はい、それを見つけていく、はい、うん、これは見切りをつけるみたいなことも必要なので、戦力の見直しですね。ちょっと言いにくいですけれども、はい、そのいなくていい選手がいる。俺ね、これ言えないけど、はい、怖い話っすね。怖い怖い。俺もそう思ってる。え、あら。俺もそう思ってる。なんでこの選手が入ってるのって。あるんですか、それ板川さんの中で。だからまあ25人にベンチ入りするスタートも入れて、いや。この選手は俺はとりあえずこの時期には外すっていう選手が入ってる。あ、この時期にはですか。いや、だって全く流れがない時期、はい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 、置いてても良くない選手が、俺はそれは感じてる。あ、それはもう選手に失礼だから、はい、それは言えないよ、はい、いくら YouTube だ、はい、だけど俺も同じ考えも。おお。本当すみません、出たまま読んだ感じですけども、はい、本当におっしゃる通り、今は立ち去るべき人がいるというふうに言ってるので、はい、誰かが身を引く必要があります、うん、それはその人が必要な時にまた出てこられるためでもあるので、前向きな意味で立ち去るっていうことが必要で、最後に出てるのが、時間がかかっても理想よりちょっと低くてもちゃんと実現に向けて進んでいくから、着実に目の前のことに取り組んでいくこと、うん、早く抜けなきゃとかじゃなくて、時間がかかってもこの状況から脱するっていう気持ちが大事らしいですね。この一生じゃない、うん、この一生じゃなくて未来のために。なるほど、そう、この一生取って明日からの3連敗なのか、うん、あ、じゃあオープナーとかじゃなくて、うん、ちゃんと正当に戦えと。そうですね、焦らない方がいいですね。なるほどなるほど。そうすると自然とヒーローが現れるので、うん、良、うん、くなっていくじゃん。良くなっていくと思いますね。おやっぱりどっちかっていうと、これ占いとか精神世界の話だと、停滞してる時って捨てるが基本なんですよね。捨てる、減らす、引き算、切り捨てる、捨てるとか引き算とか、引き算、そうそう。じゃああれだ、山田哲人が逆転満塁サヨナラホームランとか打つんだよ。あ、やっぱり山田だよ、結局この選手だっていうことですよね。
ですね、中堅の選手のありますもんね、だって今年齢的には、まあね、まあ年齢的にはまだ若いけど、チームとしたらもう中堅の、うん、まあそうですよね、うん、まあ扱いだよね、うん、でも未来は明るいと思いますね、きちんと抜けていって、あ、13連敗とか14連敗とかしてたねみたいな時がやってくると思いますよ。ああそれは来シーズンじゃないですか。終わった後だね。終わってるの。来シーズン、あ、そういう話をしたと。去年の今頃ね、そうだった。だからドラミちゃんの話をまとめると、はい、暗くなるなと。あ、どうやら必ず明るいから。なるほど、前向きに。その代わり中堅が中堅にこうごますって方でももんどけと。暗くなる。暗くならないことと、はい、なんかこう余計なことにしがみつくっていうことはイコールじゃないので、なるほど、なるほど、じゃあ前向きに切り捨てるっていうことですよ。じゃあオープナーもあまり良くないという。そうですね、ちょっと長い目で見た方がいいですね。ええー、江高さんでも自信持ってます。大丈夫です。まあまあね、いい方法だと思いますからね、それは。ただ打順はいろいろ変える、使うメンバーはいろいろ変える、そうなってきて森塩はやる。だけどやってないのはオープナーだけだもん。だからもう最後の手段でオープナーを使ってもらうのだから俺は思う。そうですね、ありはありだと思います。やっぱそれで結果チャンスというか誰かが現れるかもしれないですし、黄色が。はーい。